はい、こんにちは、山城です。ということで今日は何をやっていこうかというとですね、まあ袋麺徹底調査シリーズですね。ということでですね、ついに新規登場でございます、ね。このね、最初のね、アイコンじゃない、サムネイルね、出しとったと思いますけどね、懐かしラーメンね、懐かしの醤油ラーメン、今日はね、これ食べること思います。何でね、前回のね、徹底調査のところでもやりました、とにかく安い、5袋入りで税別で作る143円、めちゃくちゃ安いですよね。業務スーパーさんですけどですね、こんなやつ、しまった、もうね、破いたやつ持ってきちゃったもんで、このね、こんなパッケージに入ってるやつなんですけど、業務スーパーさんに行ったらどこでも多分買えるんじゃないかな。私の周りの業務スーパーさんならどこでも売ってます。143円でね、これもね、いろんなね、味噌とかね、塩とか、他にもいろいろなんか力とかもね、あったんでね、それがね、またお湯をやってくと思いますけどね、今日はとりあえずね、この醤油ラーメンをね、作ってね、やっていこうと思います。大体このね、安いやつ、本当に大丈夫なんかね、心配ないじゃないですか。ね、ということでね、早速ね、食べてね、検証してみようと思いますよ。細かい検証方法については、1回目の動画の方を見てくださいね。よろしくお願いします。では、早速、調理してみましょう。はい、じゃあね、早速ね、作っていこうと思いますよ。まずはね、作り方ね、今回はね、ちょっとね、小さくサイズの方のやつですよね。大体、大きく2種類、この手のやつは分かれてまして、500ml 入れてね、っていうやつと、450ml 入れてね、っていうのが分かれてますよ、っていうのがやっとって。で、大体、明星さんでもね、キャルメラとか、ちょっと高いやつの方は、500ml で作るようなサイズのものになっておって、評判屋でしたっけ、格安のやつっていうのは、50ml 水を少なくしてくださいね、ということで、ちょっとちっちゃめに使いますよ、ということで。これも、そのご多分に漏れずということで、450ml となってるんですね。まあ、そのあたりとかはね、1時間ね、小1時間ね、くっそね、固い尽くした動画がありございますんでね、暇な方はよかったら見てください。さあ、450ml で、もう前でね、メモリーちゃんと使ってますからね。テーポに見てね。よし、じゃあよし。ね、分量よしということでね、やっていきましょう。これを早速入れてね。いやー、袋麺ですからね、調理方法も比較の大事なのと思うんですけど、ね、意外とね、メーカーさんによって細かいところ書いてあるのは違うっていうことがね、分かってきましたんで、今回もね、しっかり見ていきましょう。まず 400ml で水入れて、沸騰させてから麺を入れてください。まあ、ここら辺はあんま変わらないですよね。で、麺を箸で十分ほぐすということですね。ほぐしてながら3分煮込む。で、火を止める間際に粉末スープを入れるということで、火を止めてからというところもありましたけどね、これは火を止める間際に鍋に入れるんですね。こっちの方に入れるんですね。で、軽くかき混ぜますよと。で、そのまま丼に移してくださいということでね、素早く移してくださいってなってるんでね、もうすぐ移せるように用意してきましょう。今回も使ってきますよ。そのね、大塩さんのね、器。これがちょうど、インスタント麺入れるのにちょうどいい大きさで、多分、これって、サイズ的に、だって大塩で、ね、ラーメン食べるときってこのサイズよりもっと大きいですよね。これジャストサイズとかに使ってるのかな。ラーメンはジャストサイズってなかったっけ、ね、なんてことをね、思い出しながら、でもね、ちゃんと、大塩とか入ってますからね。いいですよね。これだけで、ね、なんかちょっと美味しさアップする気がしますもんね。そうそう。で、ちなみにね、普段作るときはね、こんなね、いや、大事なんですよ。メーカーさんがね、頑張って作ってもらったこの調理方法なんてね、一切無視してね、基本的に麺を入れて、こっちにスープを入れておいて、最後、ドバッて、ガーッて混ぜて、ドーンと食うっていうね、感じでやってます。まあ、雑な人間なんでね、基本的に仕事はね、それなりにちゃんとね、雑にならんように頑張ってやりますけどね、私生活は超雑ですからね。そうそうそう。なくなっちゃう人って湧いてくるかなっていうか、別に湧いてる、沸かせる間は別にトークする必要もないんですよね。別に普通に飛ばせばいいんだよな。なんてことはね、毎回毎回言ってますけどね、結局何回も喋ってるんですよね。で、ほら、キャベツついでにね、これ、開けてきましょう。今のうちにね、中にどんな感じか見ておきましょう。いいか。開けたら、スープは、
シンプルな感じですね。特にあのメーカー名とかも書いてないやつで、色がによってあれかな、醤油が赤色だったりするのかな。またこれも後々、まあ143円ですからね、あのいくらだって買ってこれますからね、いくらだってってわけじゃないけどね、そうあのやってますし、麺はまあでも言われないと分かんないですよね。あのキャルメラよりちっちゃいって言われたら、まあちょっとこじんまりとしてるのかなっていう感じはしますけど、麺は中太麺ぐらいかな、ちょっとあのまあまあちょっと太めになってるのかなっていう感じがしますね。はいはいはい、こんな感じで、おっ、ちょっと沸いてきましたから入れちゃいますよ。そういうのもったいないから、ちょっとこれでやってもいいと思います。こういうとこ貧乏取れますからね、入れちゃう、ね、でももったいないですもんね、せっかくあのパッチで出てますわけですから。さあで、あとはこれを、測らんかな、よし、今日は忘れなかったよ、よし、これで3分測れますからね。さあどん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 煮たまってきたところで、よく十分ほぐさないといけませんからね、今回は。そうそうそう、あでも今日はちょっとね、あの冷えてる日なんでちょうどいいですね。そうそうそう、あちなみに 毎日ラーメン生活とかって言ってやってますけど、普通に一日通しになってますからね。そうそう、そのあたり超適当ですからね。こういうのね、毎日やってね、何日目とかってやってね、あのどこぞのね、あの毎日ラーメン生活みたいな感じでね、やってればあれなんですけどね、まあそういうわけにもいかないですよ。なかなかね、社会人やりながらですんでね。そうそう、だから YouTube で成功しないなよっていうね、話を置いといてね。ここでね、本当に3分もいるの、もうすでに私普段食べる時よりもなんか、あれになってますけど、まあ、一応あの普段ならね、あのあもうこれぐらいでええやんってポンってやるんですけど、まだちなみに1分しか経ってないけどね、そう、あの普段ならそんな感じでやるんですけど、まあ、一応今回は、検証ということなんで、しっかりとね、あの書いてあった通りにね作ってきますんでね、十分ほぐしてきますよ。そう、十分もうなんか柔らかくなってきてるけどな。まあ私もともとすごい硬めが好きですからね。そうそうそう、豚骨ラーメン屋さん行っても基本バリカタから針金ですからね。そうそうそう、友達と食べに行くときはね、粉落としを使うこともありますよ。そうそうそう、いやあの使い分けとしてはそんな感じで、一人で食べるときはバリバリ針金とかね、もしくはもうバリバリバリとかね、まあ気分によってバリハリカネハリカネとかって、バリとハリカネの間で大体行き来をするような感じですけど、友人と食べに行くときには粉落としがあるところやったら粉落としを使うときもあります、2杯目にね。うん、なんでかって言って、なんや、あの、イキリカってね、あの、いや、友達も来てるし、ちょっと、あの、粉落としを頼んでね、なんか、通っぽくうなったのかっていうような、そういうようなね、気持ちも半分ぐらいありますけど、ね、もう一つとしてね、あの、やっぱ友達と喋ると、少しね、まあ今はなかなか食事しながら会話ってよくないですけど、ね、あの、会話をしながらになると、ゆっくりになるんで、そうすると目が伸びちゃうんですよね。やはり食べるスペースが落ちちゃうんで、ということで、その分も考えて、ちょっと針、あの、粉落としとかにしといて、まあ、針金から粉落としあたりにしといて、まあ、相手によって、そういうような感じで調整してみます。で、なんて言ってたら、さ、おに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 、絶対十分よ。うわー、結構、柔らかいぞ。そしてこれ、さっきいるのかな、私、3分、あ、絶対前回3分煮込んでねえな。で、火を止める直前に入れてるってことはね、入れます。で、止めます。で、混ぜたら、よーく混ぜて、素早く打つ時だったら、素早く、あー、そこした、うん、はい、出来上がり。いやー、簡単ですね。今日も出来上がりました。おー、ちょうどいいサイズですね。ほら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 って感じで。じゃあ出来上がったら早速食べていきましょう。おーと。はい、ってことで実食ルームにやってきましたけどね。そう、前回からね、あの、これ三脚に立てて撮ってるんですけど、三脚をね、無理やりこうやってね、やってましたけど、別にスマホで、ね、その分撮りゃいいんですよね。そのカメラでね。こんな感じに出来上がりました。まあまあシンプルな感じですけど、やはりそこま
まで見た目では分かりませんよね。さあ早速ね、いただいていこうと思いますよ。ということで、まあまあまあ麺は結構柔らかくなってる感じがするけどな、どうなんだろうな。まあちょっとさ食べてみやんことに分かりませんかね。では早速いただきます。どうですかこの角度で。おお、じゃあだいぶ柔らかいな。まあ太麺ですからあれですけどね。あ、確かに普段食べとる時よりだいぶ柔らかめになってる気がするな。でもそんな変な味というわけではなく、普通に美味しいですね。ちょっと細かいネギが入ってるのかな。こんな辺りなんかでちょっと取っときますけど、ちょっとした風味ですけど、やっぱ入ってる入ってないで違いますね。普通にうまいな。ちょっと胡椒も入れてみましょうか。結構油が浮いてますね。ですから何も入れてなくてもそれなりにボリューム感感じますよ。あ、でも確かにちょっとちっちゃいのかな。細かい麺が入ってるのは細かいのを入れたからですね。いや、美味しい美味しい美味しい。なんて言いましょう、結論としましては、ああ、ごちそうさまでした。結論としましては、そして、なんか、特徴的なところが、まあ、よくも悪くもな感じになるかもしれませんけど、そんな特徴的な味というわけではなく、普通になんかインスタントの醤油ラーメンって感じの味でございましたね。そんな変な感じはなかったですけど、でも確かに、チャルメラと比べるとちょっと物足りない感というか、まあ、ちょっとやっぱ少ない感はあるのかなとは思いますね。ちょっとスープも多めに飲んだとは思いますけど、ちょっと確かに少ないですもんね。まあ 50ml 下がりますかね。まあ使い勝手にもよるかもしれませんけどね、小食な方でね、夜食に使うんだったら、まあこういう方のがいいかもしれませんし、どうなんでしょうね。同じような感じの量ですけど、ちょっとカロリーとかもね、こっちの方がだいぶ抑えられてるような感じがあったりもしますから、そういう意味では、こう、夜食とかに持ってくるのにいいかもしれませんね。そう。もしくは、ちょっとね、味噌汁代わりにね、スープ代わりにね、ちょっとお弁当とかと一緒に、ちょっとね、ご飯物と一緒に、なんてするのにも、サイズ的に、まあ、がっつり食べる人だったらそういうような使い方もありだと思います。私も普段はガッと行く系なんで、まあ、これ使い分けというか、まあ、ですので、全然選択肢には入ってくるというか、まあ、安いですからね。143円ですからね。変な話、2つ買ったって286円で、10食買って286円ですからね。10食買って、すき家の牛丼の並盛りより安いんですからね。これはやっぱりね、加味しないといけませんからね。ね、これ10食食ったら間違いなく10食は多分食えんと思いますからね。いや、これはでも本当にコスパ最強じゃないですか。で、ね、これに、その値段やからとんでもない味がするのかとかね、言ったらそういうわけでもないですからね。意外と、そのネギの粉末が入っておる兼ね合いで、それなりにちゃんとした風味がありますよ。これは、ありですね。ちょっと今度他の種類もいろいろと買ってやっていこうと思いますよ。ということでですね、今日はね、1食ね、143円、あ、1食じゃない、5食入りで143円のね、袋麺ね、懐かしの醤油ラーメン山本シェフさん、いただきました。いやー、これは結構良かったんじゃないかな。でも、いや、欲しい靴とか言ってましたけど、まあ、もう、あれ、前回欲しい靴でやってましたっけ、忘れましたけど、今回どうでしょうね、欲しい、あれ、5点評価でやってましたっけ。まあ、今回表すならば、そうですね。まあ、4、4、
っていうところかなとにしときましょうか。だから今後のね基準点になってくると思いますんでね、うん、いやというのは、まあ、やはりね量のボリューム感で言ったらね あっちの方がありましたからね、そうそうそう、まあ、そういうところ、あのチャルベラの方がね、あとスパイスとかもねやっぱ元からついてる分とかね、その分風味とかもちょっと強かった、あっちの方がやっぱり一枚上手かな感はありましたけど、意外とこのスープに入ってるこの粉末のあのネギがいい風味結構出してますね、うん、ということで、まあまあ今後ね赤いやつがあったらもっと低い、ね、点をつけるということもあるでしょうし、ということで、まあねまだ上が出てくるかもしれませんから、ね、とりあえず4にして、様子を見てみましょうかということで、まあ多分5段階評価それやめるんじゃないかなと思いますけどね、まあとりあえず今日はおいしくいただきましたんで、このぐらいで締めさせていただこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。